男が男になるとき、ドエンカファイター、こちらがスローが入ってまいります。お品書いけエッチ。特別試合シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー245ポンドヒロー斉藤。赤コーナー240ポンド腰中シロが打ち鳴らされてまいりました。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。組みに行きます。逆に振り返してキックで返します。ドロップキックを放ってまいります。乾いた音が館内に響きます。キックを打っていきます。行くのか、投げてまいります。リング下に降ります。リング下に降ります。立ってまいります。掴んだ。ラフな展開になるのでありましょうか。ロックアップ、フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを落としてまいります。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。組み合います。逆に振り返した。ストマックへの攻撃であります。組みに行きます。さあこの腰中志郎、早くもやる気満々のこの男でありますが、試合前控室を訪ねてみますと、今日はやってやるって、俺がこれから嵐みたいな風吹かせてやるということですよと語っておりました。まさにドエンカファイター、腰中節全開であります。掴みます。サミングあります。フライングメイヤー蹴ってまいります。からのキック、掴んだ。頭突きを打ち込みます。蹴りを見舞ってまいります。させません。振りほどきます。掴みます。腰骨のあたりを打ちつけてまいります。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技は見た目以上に重いですからね。そうですよね。掴みます。ヘッドバット、コーナーに登る。腕をフックします。アームブリーカーに取ります。組み合います。コーナーに振った。コーナーに打ち据えてまいります。打ち込んでまいります。鉄拳を見舞います。抱えます。腕を殺してまいります。ストンピングです。リング下に降ります。リング下に降ります。ドロップキックであります。行くのか、フライングメイヤーで倒します。リング内に戻ります。リング内に戻ります。蹴りを見舞ってまいります。掴んだ。パンチを打ち込んでまいります。にわかに館内の温度が上昇してまいります。腰を落とします。打たせません。
リバースで返します。起こします。ロックアップ、ボディスラムです。先頭を見舞ってまいります。掴んだ。この辺りラフに転じてまいります。掴みます。逆に返します。耐えます。掴みます。強烈に打ち込む。頭を掴んでヘッドでいった。先頭落としていった。腕をフックした。腕を壊しにいった。抱えた。させません。蹴り上げていく。DDT ノーテン。10分経過、10 minutes go。 もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで行くしかないですよね。はい。ストッピング、引っこ抜きか。パワーボムが決まった。カウント2。ガジェット組は強烈に締め上げる。ハンマーパンチ強烈。あっと返していった。ストバックに突き刺さった。あっと DDT 組み合った。あっと返した。蹴っていった。おお、対空時間の長いパワーボムだ。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。出たとこ勝負ですよ。危ない。カウントリーテイク。小股に挟んだ。おお、対空時間の長いパワーボムだ。カウント3が入りました。男が男になるとき、ド演歌ファイター星田がスローが入ってまいります。行けケア。特別試合シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー、全日本プロレス240ポンド太陽系。
赤コーナー新日本プロレス240ポンド腰中四郎。今ゴングが鳴りました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。乾いた音が館内に響きます。強烈に打ち込みます。肘を打ち込んでまいります。尻を使ってまいります。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。リング内に戻ります。掴んだ、回転下のキックです。組み合います。ロープに振った、ジャンピングヒップアタック。あのね、技っていうのはたくさん出せばいいってもんじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとして大事なんですよね。ああなるほど。足を狙ってまいります。エルボーを入れていきます。場外に落とします。さあこの腰中四郎、早くもやる気満々のこの男でありますが、試合前控室を訪ねてみますと、今日はやってやるって、俺がこれから嵐みたいな風吹かせてやるということですよと語っておりました。まさにドエンカファイター、腰中節全開であります。組に行きます。倒してまいります。この辺りうまいですね。そうですね、こういった攻めっていうのは試合の流れを自分のリズムに持っていきますからね。こういうのは効果的ですよ。技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。抱えます、させません。打ち込んでまいります。ねちっこい展開に移行してまいります。ロープに逃れます。立ってまいります。足を殺してまいります。ロックアップ、ロープに飛ばした、ドロップキック、掴みます。逆に返します。あります。引き起こします。打ち込んでまいります。立ってまいります。ドロップキックを放ってまいります。蹴ってまいります。あっと円錐切り、今すごい角度でしたね。いやちょっと頭打ってるかもしれませんね。腕をフックします。 DDT でマットに突き刺します。腰を落とします。この辺りコンピューターが回ってますね。ちょっと読まれましたね。バックドロップ、さあバックドロップだ。フロントからのキック、抱えます。ノーザンが火を吹いた。カウント2で返します。蹴りをぶち込みます。蹴りを見舞ってまいります。打たせません。行くのか、かわず落としです。キックを打っていきます。ドロップキックであります。肩をつけます。肩が上がります。逆水平、
チッと組み合った。あと逆に返した。エルボー強烈、首根っこを掴んだ。ハンマー気味のパンチ、トップロープを奪う。あとミサイルキック。10メレッゴー組み合った。そのまま締め上げる。ハンマーを落としていく。ドロップキック蹴っていった。ブルドッキングヘッドロック。ドラゴン行くのか。ジャーマー後頭部は2だ。おっと丸めていった。カウント3つは奪えない。蹴り上げていく。おお、滞空時間の長いパワーボーブだ。カウント 2.80。 奥歯を噛みしめた。投げっぱなし、パワーボーブ。腰に手を回した。ああ、今頭打ったんじゃないですかね。脳天下田が打ちつけたか。さあ決まるか。ロープブレイク、ロープブレイク。腕をフックした。 DDT 脳天引き起こす。いけるか。正面から投げを威張った。気合を入れた。小股に挟んだ。フランケンシュタイナーで切り返した。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよね。肉体を躍動させる。抱き起こす。コーナーに登って、勝った。ボディスラムで投げつける。立たせていく。抱え上げてハリケーンクランチに持っていった。耐えました。組み合った。ラッシュスイープ、カーズ落とし。熱すぎる戦いだ。完成度は鳴りやまない。これぞ最強の格闘技プロレス。バックを取ってジャーマンスープレックスホールド。返した返した、返しました。ガチッと組み合った。正面から投げていった。カウントは入る。トゥーカウント。掴んだ。あと逆に蹴っていった。抜くのか。おお、滞空時間の長いパワーボムだ。その声援に後押しされるかのように入場してまいります。
男が男になるとき、ド演歌ファイター越田がスローが入ってまいります。特別試合シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー WAR 300ポンド嵐、赤コーナー新日本プロレス240ポンド腰中シロー。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。抱えます、打たせません、抜けてまいります。ロックアップ、逆に振り返して。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああそうですか。ロープに振った、エルボーを入れていきます、腕をフックします、 DDT 掴んだ、ハンマーを振り下ろします、組みに行きます、逆に振り返した。あのね、選手っていうのは試合中は興奮してますから、ある程度痛みってのは感じないんですよ。はあ。でもね、試合終わってから今まで分かんなかったところが痛くなったりするんですよ。あ、そうなんですか。サイドバスターで落とします。こうやって倒れる時にね、受け身を取ることによってレスラーはダメージを防ぎますからね。この辺が奥の深いところですよね。ああ、そのあたり注目して見てまいりたいと思います。蹴ってまいります、ドロップキックであります。あっと、ラリアット、あっと、エルボー、腕をフックします、強烈であります、 DDT。リング下に降ります、リング下に降ります、行くのか、切り返します、組み合います、返してまいります、リング内に戻ります、リング下に降ります、リング内に戻ります、組み合います、フロントのヘッドロックに取ります、ハンマーを落としてまいります、抱えます、投げっぱなし、パワーパーブ、抱き起こす、張った、勝つか、高々と抱え上げてそのまま真下に落とした、コーナーに登ってもう放送席まで痛みが伝わってまいります。これは相当きついはずですよ。もう精神のことしか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよね。逆にロープに振った、全体重を乗せたパワースラム、岩壁の母の胸に抱かれました。すごい音がした、うまく切り返した、肩が上がります、腕をフックした、ボディスラムで叩きつけた、カウン
ト入る。耐えました。いけるか。正面から投げていった。バックを取って後頭部が悲鳴を上げる。バックトラップ。そのまま体固め。カウント 2.98。 もう泣いている女の子もいます。強烈に打ち込む。ガチッと組み合った。正面から投げを見舞った。キック蹴っていった。あっとストマックのあたり。組み合った。対角線に飛ばした。強烈なだれ式で落としていった。ストンピングを叩き込む。人生バックドロップ。後藤達俊が入場してまいります。男が男になるとき、ド演歌ファイター、こちらがスローが入ってまいります。おつとし、お品書いけ、しどこ、後藤、後藤。特別試合シングルマッチ、60分一本勝負を行います。青コーナー260ポンド後藤達俊。赤コーナー240ポンド腰中志郎。今ゴングが鳴りました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。あります。全部のあたりを使ってまいります。ボディースラムで叩きつけます。掴んだ。いやらしい攻めを見せてまいります。掴みます。キックで返します。蹴りを見舞ってまいります。倒してまいります。蹴ってまいります。ラフな展開になるのでありましょうか。キックを打っていきます。投げてまいります。乾いた音が館内に響きます。に転じます。掴んだ。逆に返します。逆に倒します。掴みます。ヘッドバット。
掴んだ。ヘッドバットを打ち込んでまいります。バックドロップの体勢。このあたりコンピューターが回ってますね。ちょっと読まれましたね。ドロップキックを放ってまいります。抱えます。簡単にはいきません。行くのか。コーナーに振った。ストンピング蹴りつけてまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。組み合います。ロープに振ってフロントからのキック。腕を回します。あのですね、投げ技っていうのは一歩間違えれば大変なことになってしまいますから、選手たちは受け身のタイミングってものを体で覚えているんですよ。あ、なるほど。ロックアップ。コーナーに振ってラリアット。組みに行きます。ロープに振った。そのまま後ろに投げてまいります。ストンピングです。キックを打っていきます。させません。振りほどきます。掴みます。ハンマーを落としてまいります。蹴りを見舞ってまいります。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振り下ろします。ニーを落としてまいります。ロックアップ。逆に振り返して、このあたり気迫がすごいですね。そうですね、いい顔してますよ。バックを取ります。そのまま後ろに落としていった。組み合った。ロープに振った。あっと、そのまま後ろに投げていった。肉体を躍動させる。ドロップキック強烈。キック、すごい顔で打つ。頭を掴んで強烈に打ち込む。小股に挟んだ。パイルドライバーがぐさっと突き刺さった。あと耐えた。ここで返されると痛いですよね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。小脇にかかる。打たせない。エルボーで切り返す。あっと、ラリアット。抜くのか。させません。あと逆に返した。ストンピングを叩き込む。すごい音がした。リング上の殺虫剤 DDT。強烈。円錐切り。うまく切り返した。バックを取って10分経過。10分経過。バックドロップ。カバーした。抱えた。腕を壊しに行った。引き起こす。打ち込んでいく。掴んだ。あと逆に蹴っていった。あ、今強烈でしたよ。骨がきしむ音すら聞こえてまいります。バックに回った。バックドロップ。斜めから落下。直下式。強烈逆エビ固め。耐えました。腕を回した。ブレーンバスターで投げつける。あと逆に切り返した。気合を入れた。いけるか。ロープに飛ばした。キップアタック強烈。
ッと返していった。フィニッシュに行くのか、サイドを取った、あとうまく切り返した。カウント 2.5、 ガチッと組み合った、あっとグラウンドコブラ。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね、出たとこ勝負ですよ。引っこ抜きか、ドリルはホールパイルドライバー。カウント 2.98、 もう内定の女の子もいます。ガジェット組み合って締め上げていった、ハンマーを振りかざす、抱き起こす、組み合った、ロープに振ってジャンピングヒップアタック、放っていくのか、15分経過、リングに戻ります。いけるか、場外に落とした、見栄を切った、場外に移行した、打たせない、外した、リングに戻ります。まさに一瞬も目が離せないという予想以上の展開となりました。さあこの試合どっちが勝つんだ。首をかっ切るのか、蹴り上げていく、ボディスラムで叩きつけた、気合を入れた、奥歯を噛みしめた。おお、滞空時間の長いパワーボムだ。カウント 2.9、 抜くのか。おお、